皆さんこんにちは。プロ野球も前半戦終了しまして、今日からオールスターが始まりますがね、まあ日本の場合は2試合やりますね。で昔3試合やってたこともあるんですよ。でまあそのうち のどういう割り振りかというと、オールスターに限りはですね、これはその売上金の何パーセントかをそのまあコミッショナーの基金にしてですね、まあかつては年金の基金なんかするというようなねこともありましたけれども、まあどうもなんかその辺がこううまくいかなくてですね、結果的に現在日本のプロ野球にはですね、アメリカのような高額なもしくはまあ恵まれたですね年金制度というのは日本にはありません。かつてはあったんですけれども、今は廃止をされて、解散をし、日本でプロ野球選手で日本の球界から、年金をもらっている選手はいません。で私もまあかつて、まあ、年数がありますからもらうにはね、パリーグから月に3万円という年金をもらってた時期があるんですけれども、かなり以前に、廃止になりまして、まあ残っている基金を分けてですね、それぞれまあ割合に応じてもらったりして、その実際には、年金制度というのはですねなくなったわけです。しかしその年金制度のまあ一つの、行事の一つとしてですね、オールスターゲームのまあ収益金、またはその日本シリーズのまあ4000以降の、ね、収益金とかいうところから、まあ、コミッショナー機構の中のその年金の中にもですね、まあ、もちろん掛け金もかけたお金も集めるわけですけど、これはまあ年金というのは掛け金だけではね、日本の国民保険みたいなことにはいかない、こういうその事業単位でやるとですね、それは補助がないととてもできません。でかつて私が議員をやってた頃に10年以上いましたから、議員年金というのをね、毎月10万3000円かけて、議員年金をもらえる資格を得たんですけれども、これもまあ一サラリーマンと比べてですね高すぎるなんて言って議員年金廃止になりまして、私は何かついてるのかついてないのか、年金のある制度に、全くありつけず、今や国民年金をわずかながらもらっているという、そんな状況で、まあ、年金はですね、ちょっといろいろ思いがありまして、このプロ野球もですね、皆さん、まあ、最近ニュースなんかでご存知のように、アメリカではね、まあ、イチロー選手が何十万もらうとかね、月額ね、松井選手がもらうんじゃないかとか、まあ、高額な、年金というその恵まれたですね、まあ、恵まれたというか制度がしっかりしてるんですよね。でまあ、そういうところでそういうそのプロ野球の選手はいいなみたいなね、長くやるとイチローがもう年間に何千万かもらうんじゃないかとかいうようなことを言ってですね、話題にはなります。しかし日本の場合はね、そういった制度がやっぱり仕組みが違うのでね、なくなりました。そういうことでちょっと余計なことを皆さん言いましたけど、まあもう一つはですね、オールスターというのはどういうものかということですけど、まあ、私なんかの時代は、まあ、今の選手もそうでしょうけど、オールスターに出るのというのはですね、プロ野球選手になった、上ではですね、これはまあステータスの一つ、まあ、これで俺も一流選手になれたかと、オールスターに選ばれる、またはそのオールスターに出場するということはですね、まあ、大変名誉なことなんですね。これはまあ昔も今も一緒でしょう。で、まあ、私なんかの時代も言うと、まあ、各チームのスーパースターたちが集まってね、当時は人気のせい、実力のパと言われてですね、まあ、オールスターになるとこうパ・リーグの選手がやっと目立つというね、普段はそのセ・リーグの選手しか見てないような人たちがね、もうパ・リーグもこんなすごい選手がいたのかということでね、まあ、そういう活躍の場でもあったわけです、オールスターというのはね。だからまあ大変そのステータスが高かった。で私もまあ、10年半というプロ野球生活の中で、5回選ばれましてね、一度はまあ2年目の時でしたけども、まあ、選ばれたんですけど、ちょっとそのちょうどオールスターの前に故障して、辞退をしたということがあって、まあ、実際にはですね、4度オールスターに出場しました。でセリーグパ・リーグ時代に2度パリセ・リーグ時代に2度、出てですね、まあ、どちらも、まあ、のベンチにもいたという経験を、まあ、しておりますけどね、まあ、私の時代には、まあ、セ・リーグだと大長嶋さん全盛時代、張本さんとかね、そういった人たちの、まあ、スーパースターの全盛時代でね、まあ、ピッチャーの江夏だとかね、田淵さんだとかね、いうような、まあ、
名前のある人たちがね、スーパースターたちが山本浩二さんや桐村さんとかね、ぞろぞろまあ出てきてね、まあ私も非常に名誉だということで、子供の頃から野球をしてですね、やっぱりまあもちろん優勝したり日本シリーズ出るというのも夢ですけども、まあ、プロ野球選手の夢はね、このオールスターにいかに出るかということがまあ一つのね、夢の一つでもあったわけですから、まあ、私もまあ多少、5度選ばれて、できたというのはまあ非常に今もいいように思っております。まあ、そんなことでね、オールスターゲーム、皆さんがどういう関心を持って見られるか分かりませんが、まあ、野球選手も少なからず今年なんかね、ファン投票、まあ、オールスターファン投票がまあとりあえず基本ですから、まあ、今年なんかは阪神の選手がねずらーっとこうね、選ばれたわけです。で、まあ、わずかにまあ他チームの人もいましたけども、しかしこれはねいいか悪いかは別としてね、取りようによってはですね、これは他のチームもやっぱり頑張らないかんと、俺たちもこんなね、その1位から9位までね、その全部1チームのね、人気チームの1チームの人たちが全部占めるなんていうのはね、これは冗談じゃない、私も頑張ろうというふうに、まあ、見るのも必要じゃないかなと。やっぱりこれはね、もっと俺たちも頑張って、名前を連れるように、しないかというふうにね、まあ、一つ頑張る材料にしてもいいんじゃないかと思いますね。まあ、そんなことでね、今年のオールスターはでも名古屋をやって、それから広島に行くというね、2連戦ですね。でそこでね、皆さんね、もう一つ言いたいんですけど、アメリカの場合はね、これはもう何十年も歴史上、1試合なわけですね。で1試合ということはですね、先日シアトルで、オールスターが行われましたけど、これはね今30球団あるわけです。だから1試合ということはですね、30年に1回しかその、地域に、オールスターが来ないということでね、まあ、大変待ち上げての大、まあ、イベントになってね、また出る選手のステータスが高いということでね、まあ、ちょっと日本と、オールスターが、まあ、雰囲気が、アメリカとは違うなと、まあ、先日アメリカのオールスターでね、まあ、大谷選手の姿を 見られたと思いますけど、まあ、そういうことでちょっとオールスターのね、まあ、話をちょっとさせていただきました。それからもう一つはね、これ選手なんですよ。で前半調子の悪かった選手たち、また前半調子の悪かったチームはね、このオールスターの時期っていうのはね、ちょっと2日ぐらい休みがあるんですよ。で休みがあった後、3、4日、まあ、練習がね、あるわけですけど、この真夏のくさ暑い時にね、まあ我々の時代は、まあ、後半戦に備えてね、まあ猛練習っていうのをね、やらされた経験がありますね。だからまあ本当はオールスターに出てる方が楽だったわけです、選手はね。で居残るとね、地獄の特訓みたいなね練習があったりしてね、嫌だったんですね。だからなんとかオールスターに選ばれようというような、まあ、思いもあったりするようなね、時代の、オールスターでした。今とはだいぶ違ってきたなということで、皆さんに、まあ、そういう意味での関心を持っていただきたいなと思います。ありがとうございました。